昔の日本。震災で一面焼け野原になった後に、神様が夢枕に現れた。東京中央区日本橋中洲。高速道路の下に料亭がたくさんあったというここは、川の中の浮き巣を埋め立てた土地。日本橋中洲の琴平宮、天明三年創建、隅田川の中洲に建てられたということから、小島の中の神様。江戸随一の納涼歓月の地として聞こえており、料亭が多く立ち並び、多くの人が訪れ最盛期を迎えていた。そのため当神社は隅田川往来の船人の守護神として、また商家、とりわけ飲食遊芸を食とする大衆の信仰を集めた。大正12年に関東大震災により焼失し、人々は自らの生活に手いっぱいで、神社の復興の機運は高まらず、神社は消失したように見えた。震災から30年経って昭和の時代になり、湯浅勘次郎氏の夢枕に神様が立ったため、昭和29年に再建された。